さあ皆様、改めましておはようございます。我ら名古屋をもてなし部小隊拙者陣ヶ崎の大場と申します。夏にござります。武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋をもてなし部小隊陣ヶ崎隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ始まってまいりましょう。こちら、はい、旅祭り名古屋2016、はい、さあ皆様後ろをご覧ください。数々のですねブースが出まして、はい、全国ひいては世界中から、はい、海外からも集まっておるということで、はい、魅力をたくさん発信しているわけでございますが、はい、もうねたくさんありすぎて迷ってしまいますけども、そうなんですね、どこも魅力的な地ばかりでございますので、はい、大変でございます。ぜひ行ってみたいもんじゃね。こちらはまことですね。しかしながら、はい、旅祭り名古屋2016でございますので、はい、やはり名古屋の魅力も皆様に知っていただかんといかんなということで、そうですな、はい、この名古屋に地に集まった皆様には、はい、名古屋の地の魅力を知っていただいて、はい、そして名古屋の地の皆様は名古屋の地の発信をしていただければなりません。さようでございます。皆様にもぜひともご協力いただきたいと思っております。このつながりをですね、はい、みんなで大事にしてまいりたいと思いますので、はい、今から行う我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞に、はい、一緒になってご参加いただきたいと思います。はい、どのようにして参加していただくのかと言いますと、はい、先ほどやりました勝ち抜きでございます。はい、先ほどと同じように右手の拳をえいおーと見たり上げていただきまして、皆様の旅をより良いものにしてまいろうと思いますので、ぜひともご参加くださりませ。さあこちら演舞の中でもございますので、はい、ではもう一度だけ皆様で練習してまいりましょう。はい、さあ今やっていらっしゃった方々もいらっしゃいます。はい、右手の拳をご準備いただいて、さあ右手の拳でございます。次はですね、はい、東武さんが武将様に代わりまして、皆の者勝ち抜きじゃそれと号令かけますので、その後に続いてエイエイオーと3回お願いいたします。さあでは元気よく参りましょう。はい、皆様参りますと、はい、皆の者勝ち抜きじゃそれエイエイオーエイエイオーエイエイオー。ありがとうございます。さあ我ら名古屋おもてなし部小隊は400年前よりよみがえりし物の集団、本日は現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は太平なる、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。ゆえに方々は蘇る。清正、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶屋殿か。違います。ここは味方だ。違います。では刑事、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。清元の国、平成の世の合戦場にございます。そうか、面白い。ミナル州出陣じゃ。わー、さあミナル州出るよ。じゃはい、はい、せや。
信じる道を貫け、さすれば笑顔の桜が咲き誇る。我が人生のようにな。ありゃ、わしの名は前田明一。せや、秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いや、我が主姫様のため戦場を駆ける下士姫が、天下がいかに移ろうと忠義一徹そびえ立つ石垣は我が思いの高さ。わしが加藤清正である。その才覚で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭、豊臣秀吉。俺になるし、よう参った。まずわしが聞いたもの手振ってちょう。はい、ありがとうさんじゃ。俺この名古屋にはな、いろいろな文化があるんだ。まず歴史、名古屋城があるな。食文化、名古屋飯。ただ忘れてはいけないものがある。我ら名古屋おもてなし武将隊、武将隊文化じゃ。我々はな、毎日誰かしらが名古屋城におるんじゃ。写真も撮れる、なんなら人生相談もできるんじゃ。我らと共にこの演舞楽しんでいこうまい。分かったもの拍手いたせ。ありがとうさんじゃ。おみやたち、夢持つなら大愛夢持ってちょうだよ。このわしを見てちょ。生まれた身分なんて関係ないがね。皆の衆、わしとっとえりあいめ見よまい。戦国一の出世がしゃ、わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、皆の者、勝利の前々じゃ。勝ちどきをあげようまい。はっ、旅祭り名古屋2016の盛況と、ここに集まりし皆々と良き旅との出会いを記念いたして、勝ちどきじゃ。それえいえいおえいえいおえいえいお。我らはここによみがえる。我らはこの地帯を切る。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではにゃか。我ら名古屋おもてなし武将隊、はい